です。今回はゼルダの伝説夢を見る島デラックスをプレイしていこうと思います。スタートボタン。はい、今回はですね、よいしょ、最小の、今回はですね、ちょっと縛りを設けて最小のマップ移動で攻略していく、そんな感じの夢を見る島プレイしていこうと思います。クリアです。ただそのまんまプレイすると、いろいろとね、最小の道いろいろ変わってきちゃうんで、今回はルールとしてね、ハートのかけらはちょっと全部取れない感じでいこうと思います。でマップ移動が最小になるので、多分ルピーが集まらないんで一回死ぬと思います。ちょっと悲惨な思いをして死ぬことになると思います。それではここのね、画面の下に多分編集して映してると思うんですけど、この万歩計を用意してるので、この万歩計一体いくつでクリアできるか、ちょっとなるべくね、少ない歩数でクリアできるようにしていこうと思います。気がついたのね。よかった。もうダメかと思った。怖い夢を見ていたみたい。ひどくうなされていたよ。え、ゼルダ？違うわ。私はマリー。意識がはっきりしてないのね。ここはコホリント島よ。さあ、コホリント島やってきました。夢の島、コホリント島。僕たちの夢が詰まったコホリント島にやってきました。まずはちょっと、マリン。右に沿って南に歩けば、あなたの流れ着いた浜辺よ。ただあなたが島に来てから怪物たちがこの辺りにもうろうろするようになったの。気をつけていってね。あ、これはクリアさんのせいでモンスターが出るようになってしまったようですね。いや、クリア、起きただわか。オラはタリン、気分はどうだ。ん、どうして名前がわかるのか、不思議だってか。盾の裏に書いてある名前を見ただよ。ほーら、この盾だ。盾をゲットした。盾が戻ってきた。ボタンを押してる間敵を弾けるよ。 B ボタンですね。あ、ちなみに、これ画面見て、最初のタイトルロゴでわかると思うんですけど、これゲームキューブです。ゲームキューブの、ゲームボーイプレイヤーってやつを使ってます。はい、ではまず、これ外に出たことによって、これマップ移動1歩目ですね。で、これ2歩目のマップ移動ですね。こうやって、最小のマップ移動で攻略していくつもりなんで、あそこの中、あれ、ハートのかけらが入ってるんですけど、あんな寄り道をしている暇はありません。ただこう話しかける分はね、兄ちゃんセーブがしたいときは全部のボタンを同時に押すんだ。でもおいら子供だから何のことやらさっぱりわかんないや。セーブ後の再スタートは最後にくぐった出入り口らしいけど、でもおいら子供だから何のことやらさっぱりわかんないや。セーブは、ダンジョンに入るときでクリアしたときあたりにしようかなと思います。あれ、これ4歩目ちょっと画面上に出てると思うんですけど、これ、ここ行く。ここ行く。そして、あ、ちょっと待ってよ。セレクトボタンどこだ？ちょっと待って。なんか画面が変なくなった。あ、違う。これ違うな。これかな？あ、これだ。これ最小のマップ進んでいくんで、あ、そっか。これで数えればいいか。1、2、3、4、5歩目。今、現在5歩目ですね。で、6歩目。最小の動きで、最小のマップ移動で、剣を取りに行き、まずは剣を取りに行きます。剣を取りに行くためには、こっちだ。こっち行って、多分ね、こう、こっち。ここで、南に行きます。このウニを、このウニさんを盾で、押して、そうすることによって、こっちに、行ける。よいしょ。覚えているよ。お前ら覚えているよ。あ、いた。盾を。はい、ここにある、スケスケのこの剣。おっとっとっと。フクロウさんですね。ほっほーほほー。坊やがその剣の主か。どうも、クリアです。ほほー、なるほどなるほど。魔物どもが暴れ出すわけじゃ。クリアさんちょっと恨まれてるみたいですね。風の魚の目覚めを告げる使者が現れたのじゃからな。ちょっと、風気味なんで、多分そのせいだと思います。風の魚を起こさねば、その使者は島から出られるとか。村の北にある不思議の森まで来るがよい。待っておるぞ。ほほほほ。ほほー。ほほー。なくした剣を手に入れた。名前入りだから間違いない。
ここで、あれ、もう何歩だっけ？よし、これルピー。ここで、一生懸命、最小の移動でルピーを集めて、もしも200ルピー貯まれば、死なずに済むんですけど、そういうわけにはいかないですよね。はい、2ルピー。2ルピー。なるべく、稼いでいくけど、でもね、普通にプレイしてもね、絶対200ルピー貯まんねえからね。もう、この、ルピーチャンスが、ちょっと確率的に、ちょっとダメっぽい感じがしますね。倒していきます。なるべく稼いで5ルピー。なるべく草も買っていくんですけど、これはちょっともう無理そうですね。5ルピー。で、ここでですよ、ここで、坂から飛び降りてきちゃったんで、よいしょ、ちょっと痛い。このまんまじゃ上に戻れないですね。で、最小で行くためには、こう来て、なるべくこれも稼いでいきたい。ちょっと、ゲームキューブの、あれ、やりづらいですね。十字キーでもいいか。じゃ、ちょっと十字キーで動かすか。これね、ちょっと見てる人、動画見てる人にはわかんないけど、テールのホラーなんか右になって、下がトロンボ海岸ですね。数少ないハートをもう一つ分削ってますけど、ここは、この、なんつうの、マリンたちに話しかけずに、もう先に進んじゃいましょうね。で、なるべくこう草を買って、あ、やった、回復した。ありがたい。てか、こう、確定ハートですね。ハートとルピーが同時に出てた。で、ここですね、ここ来た。不思議の森、ほんのちょっと不思議の森。こっちに行く前に、これ、この間違って南のマップに移動したらもう無駄なんでね、これ、リセットですよ、リセット。よし、ルピー入れない。10ルピー。でも10ルピー必要なんですよね。ほほー！不思議の森にようこそ、目覚めを告げし、勇者殿。どうも勇者です。この島はコーリントという地図には決して乗らぬ島じゃ。坊やの世界と地と違う断りで成り立っておる。島から出るのは無理じゃのう。コーリント島を治める神、風の魚が眠る限り外への道は開かれぬ。ところで、村の南のテールのホラー穴を見たか？まだこれから行けません。最小単位で行くんで行けません。この森にある鍵を持ってテールのホラー穴に行くがよい。風の魚を見ておるぞ。ほっほー、ほっほー。ほっほー。風の魚を見てくれてるみたいですね。10ルピー。ちなみにこの10ルピーなんですけど、これヨッシー取るのに使います。ヨッシー取るのに使うんで、こいつらは回転切りだとワンパンできます。で、草を刈る。この虚しくも草を刈って、金を貯めようとするが、出ない。こっち側ですね。こっち側に行くと、あれはですね、こいつ重いぞ。スネじゃ無理みたいだ。これ、これ、いけるかな。いった。よっしゃ !3 ルピー稼ぎました。あれね、ただ確かね、小さな貝殻入ってるんですよね。これ、2番目のダンジョンをクリアした後にここを回収しに来ようと思うけど、小さな貝殻も集めません！ちょっと、集めてる余裕がありません。最小のマップ移動で行くんでね。あれ、今何歩目だろう？ちょっとみんなはわかると思うんだけど、ちょっと、クリア数を数えてないで。はい。守りの木の実を手に入れた。これダメージを半減しますけど、このあんまり意味なさないですね。ちなみになんか、これ、法則というか、ちゃんと意味があるみたいなんだけど、これ、ひび割りいかにち、重たい人は乗らないように。なんかね、数式があるらしいんだよね、この、パワーのやつと守りのやつが出る確率。敵を何体倒したかによって、変わるらしいんですけど、あとハートの量と、でも、それはここの、中入ると、もう効果ないです。効果ないです。よいしょ。後でちょっと調べて、なんか、貼っときますね。よっしゃ、危ねえ！あー、そんなバカだー！そう、こう、落ちるんですよ、穴。あ！え？やっちまった。これ積んだ？いや、いける。うわー、いけない！先生積んだ。先生積みました。
がついたのね。よかった。もうダメかと思った。お、積んだかと思いました。ダメかと思ったけど大丈夫でした。怖い夢を見ていたみたい。ひどくうなされていたよ。え、ゼルダ？違うわ。私はマリン。意識がはっきりしてないのね。ここはコホリンド島よ。なんか聞いたことがあるような気がする。気のせいかな。炭素、天使人の炭素を勝手に。そんなことどこで覚えただ。というわけで、繰り返しになるんで、さっきのところまでちょっとカットしますね。はい、戻ってきました。ですが、10ルピーになってるし、つれー。思ったよりも余裕がないんだな。よいしょ。あ、いたたたた。そう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 。ちょっと待てよ。よっこー。立ち止まるな、立ち止まるな、立ち止まってはならない。あ、待てよ、これ。20ルピーじゃね？ 50 ルピーだ！おお、うめえ！うめえ、うめえ！これは、スコップの夢が近づいたのではないか？これ全部倒したな。で、こっちのマップ行って、おっと、ゾル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 った！ドーン、外れ。で、これミスるなよ。ミスるなよ。これを、左に押して、これを下に押せば出られますね。オッケー。あれはパワーブレスレットがないと手に入らないんで、二度と手に入ることはありません。で、ここで取りに来たのは、このキノコ。芳醇な香りのするキノコを取りに来ました。キノコを拾った。芳醇な香りが、芳醇な香りが、鼻の奥に広がる。このキノコをですね、これかな？スタートボタン。よいしょ。キノコを掲げた。芳醇な香りが、あたりに広がる。まあ、それはいいんですけど、これを、魔法の粉にね、変えてくれるおばあさん。あー、なんか少ねえ。あの、50ルピー手に入る。待てよ。こう言って、こう言って、こうか。ワン、ツー、スリー、フォーですね。で、よしよし、復活している。復活している。来い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 。オッケー。ここ、失敗せんようにいかんといかん。うおー、力来た、力来たけども、ここでしか使わないんだが？うおりゃ！と、危ねえ！ひゅえー！よいしょー！あんなとこにルピーが。よいしょ！取った！こう押したら、オッケーやね。せっかく出た力の、力の実のやつですけど、もう終わりですね。あ、守りの実がもう出た。あ、なんかいっぱいもらってんな。これ何だったかな？なんか、乱数も入ってんのかな？ひび割れ床に注意。クリアさん軽いんでね、そんな落ちるはずないんですけどね。65ルピーか。おりゃ！序盤はルピーとの戦いですね、これ。でも、10ルピーはさっきも言った通り、ヨッシーに使うんで、あー、確かここになんか、増やすやつがあるんだっけ。でも、残念ながらそれも取れません。よいしょ。増やせない、あ、でも増やせないとまずいんかな。ちょっと、そこら辺の計算までできてないんでね、爆弾とか弓矢とかの、増やさないと数が足りないとかいう事件に陥らないよね。クリアスが下手くそなんで、この、数が足りないみたいな悲しいことになるという可能性もなきにしもあらずなんですけど。よいしょ。今のところで歩数は何歩、何歩かな？確かね、計算上では、ダンジョンに行くまでに100歩以内に行けるはずなんだけど、ビリビリなんでこれは無視。で、ここも何も取れずに無視して、さて、ここ。おばあちゃん。とろーりとろり、森のキノコで魔法の粉。とろーりとろりって言ってるね。魔法、もう森のキノコって言ってますね。なので、森のキノコなんです。おうおう。それでは寝ぼけだけじゃ。3秒でいいもん作ってやろう。本当にこれ3秒ですか？ちょっとスポッチで測る。ほれ！出来上がりじゃ。回数に気をつけて使えよ。まずはこの部屋のどれかに振りかけてごらんなんていう無駄なことはできない。魔法の粉を手に入れたいろんなものに振りかけてみよう。20個なんでね。この20個を大事に使っていきましょう。よし。
ちなみにマップ、セレクトこれだったかな？この、こうですね。あそこの1マスは、洞窟を通ったんで、ぽっかりと空いてますけど、ここね、最小の道を通ってきたんで、最短距離のはずです。これが最短距離。これが、クリアスの考える最短距離のはずです。で、こっちに行って、こう。で、ある程度のマップ移動したから、よいしょ。復活してるわけですけど、よいしょ。ルーピー落としてくんねえなぁ。69ルーピーかぁ。で、これは回転切りじゃなくて、この、もう一匹一匹、この、ゾルをね、半分こにして、おっしゃ、またマロニモリの木の実、多くね、だいぶもらってるぞ。回転切りすると、せっかく2匹に分裂するのが、一発で倒してしまって、この、ルピーチャンスがね、減っちゃうはずなんで、しっかりと。でも、こいつらは、ういしょー、ういしょーしていい。よいしょー、オッケー。なんでそんな、危なっかしい倒し方をするのか。全然ルピーでないじゃん。ルピーが欲しいです。安西先生、ルピーが欲しいです。これ、泥棒ルート真っ逆さまなんだけど、お、ノーダメージじゃん。守りの木の実のおかげで、敵の攻撃力も弱いおかげで、最小のマップ移動で来たんですけど、はい、ここ、ポンポコタヌキさんですね。ポンポコタヌキさん。オラはいたずらタヌキだ。粉っぽいものが嫌いだよ。こう行こうとすると、いしししし、不思議の森でポンポコリン迷うだべー。だべーとかどっか聞いたことがありますね。あ、まあ、いいよいいよ。2回目はもういいです。で、ここで、粉っぽいものを、使います。粉っぽい。こうだったかな？逆だったかな？あ、入った入った。こうやって、あそこにはまると、ふよーんと浮き上がる、浮き上がる、浮き上がる、ズドーン。タリンだった。ふー、キノコかじった。タヌキになった夢を見てただ。何をやったか覚えてねえが、なんだか楽しかっただよ。まあ何をやったか、何をやってたのかはちょっとわかんないですけどね。うちへ帰ることにするだ。よいしょ。よいしょ。これで、ああ、一個、ルピー出た。ありがたい。ありがたいけど、ちょっとルピー出なさすぎじゃないですかね。もうちょっと頻度よく出てもいいんだけど。で、無駄遣いしないように直しときましょうね。で、こうすることで、テロリロリロリー！テールの鍵を手に入れた。これでテールの扉が開きます。おっと、またおフクロウさん。その鍵を持ってテールのホラーに行くがよい。その奥に眠る楽器を見つけ出してみよう。風の魚は待っておるぞ。ほほほほ。ほほほほほ。というわけで、これで、最初のダンジョンに行くことができるようになりましたが、ですがよ、この先の、あ、てか草が復活してる。ありがたい。でも、この先の、さらにね、三つ目のダンジョンに行くところもう先にちょっと予習してるんですけど、そこに行く段階で、必ず必須になるアイテムが、あ、敵は復活してくれてないのね。必ず必須になるアイテムがあるんですよ。それを手に入れるために、さあ来い。全然ルピーじゃないじゃん。なんか、乱数、今日の乱数厳しいよ。一回目。一番最初の時にの方がなんか運が良かった気がするな。それなんか隣の芝は青いみたいな感じですけど。よし、来い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 。うわー。出ねえな。全然落ちねえな。これで10ルピー使っちゃうから、64ルピーになっちゃうな。よいしょ。ねえ、さっきも言った通り、一旦、村に戻ります。よいしょ。確定、ハート3つ。よいしょ。で、ああ、危ねえ。いや、これ、最小マップに行ってるんで、この、ワンワンに押されたりして、いらんマップ移動した時点でもう、アウトですね。もう一回リトライですね。キツネちゃん、ちょっと向こう行ってね。うん。
ワンちゃんこっち来ないでね。